2番ブルホベーチキーは、ウクライナの政治家、軍人。サガンウクライナを中心としたコサック国家の元首、ザポロージャコサックの将軍。聖教徒の貴族、ブルホベーチキー家の当主、マールティン・ブルホベーチキーの息子。ポーランドリトアニア共和国系府県のポルターバ地方で、生まれた。フメリニツキーの乱の際、コサックの将軍ボフダンフメリニツキーの執事を務めた。 1656年にコサックの施設団の一員として同盟を結ぶためにトランシルバニアを訪問した。将軍の子息ユーリーの教育を担当し、1657年にユーリーを連れてキエフモヒーラ学院へ同行した。新たな将軍としてイヴァン・ビホーグシキーが選ばれると彼の命令を受けてワルシャワへ派遣された。1659年春に職を辞任して、 違法式将軍のもとを去り、ザポロージャのシーチに赴いた。そこで反政府宣伝活動を行い、コサックの貧困層の人気を得た。1661年にシーチの軍長に選ばれ、1662年にサガンウクライナにおける将軍選挙に立候補した。選挙戦でロシアのツァーリアレクセイ、ウクライナに滞在するロシアの軍人と行政官、 キエフ不死教大公のメトディーの支援を確保した。平らコサックと一般民衆の支持を得るために、大衆主義的思想、とりわけ格差の削減、金持ちの長老との戦いを唱えた。1663年に、はじむ会と呼ばれるコサックとはじむ民が参加する選挙会議において新たな将軍に選ばれた。勝利後、落選したヤキムソムコとバスイーリゾロタレーンコを処刑した。 将軍座をハーディア地へ移した。選挙の時の約束に反して、中央集権化を目指す改革を実行し、格差を深め、粛清の人事を行った。1664年から1665年にかけて、コサック国家を統一するため、パウロー・テテイリア将軍とペトロード・ドロシェーンコ将軍が支配するウガン・ウクライナと戦争したが、惨敗した。国内の野党を抑えるため、 ロシア政府とその軍勢を利用した。1665年に、コサック将軍として初めて、モスクワを訪問し、ロシア人の貴族の娘と結婚し、ウクライナの自治性を著しく制限する、モスクワ条約を結んだ。しかし、その条約がウクライナにおける反ロシア、反将軍の運動を促し、将軍の権威を大きく失墜させた。1667年に、 ロシアとポーランドがウクライナを分割するアンドルソボ条約を結ぶと、それに反発して1668年1月にロシアとのモスクワ条約を一方的に取り消した。ウガンウクライナの将軍に援軍を呼びかけ、オスマン帝国の保護を受けるためにイスタンブールへコサック使節団を派遣した。同年の春にクリミア韓国と同盟を結び、ウクライナから ロシア軍と行政官を追い払った。同年7月に、ウガンウクライナのドロシェンコ将軍と会議するために、リカーニカ村に赴いた。しかし、1668年7月17日、会議が開かれる前に、サガンウクライナのコサックに襲われ、ウクライナをロシアに売国した罪で生きたままで、切り刻まれた。その後、ドロシェンコの命令により、ハーデヤチの聖堂で国葬に、された。 abcdefghijklmnop2003 384から385 abcdefghijzvz2 リバース z ボルト、1 9 9 7ありがとうございます。